じゃあまた始まりました。さてカチカチ、よいしょ、あー冷た、キャベツ、三陸わかめ、お味噌、はい、それじゃあ加熱編ですね、
本当はね、人参が入るんだって。はい、どうでしょうね。あくないね。あくがありません。よいしょ。どうでしょうね。おー、アクらしきものは出ないんだね。どうでしょう。おお。わかめでも入れようか。卵さん、はい、これで鮭の入ったお味噌汁が完成です。はい、今日はね、これ新ご飯オートミール試供品、これは後で。アレンジいろいろ。あ、そうなん。これなんだ、こん中で牛乳かけんのかなと思ったら違うんだね。へえ。はあ、お米を炊くんだ。なんだ、そういうことか。水40ml。ラップをかけずに電子レンジ温める。
100ワットで1分半。あ、ラップが必要なんだ。2、3分蒸らす。ゴログラだって。ゴロゴロ入ってるね。これはアルナ牛乳。これが噂のヤクルト戦。スキムミルク、緑茶、これがメイン。そしてかき混ぜたら完成。これで書きました。こんなんだね。面白いね。ちょっと待ってね、写真撮るからね。はい、じゃあね、いただきましょう。もうだいぶ、あれだね、時間置いちゃったけど。いただきます。ん？おね。これ卵、卵はこの玄米オートミール。うん、おいしいおいしい。どう
ですかね、これね。面白いね。試供品だって。ご飯のようなもちもち食感。オートミール。あー、ご飯だ。しかも卵が入ったから美味しい。味噌ニンニク。これが試供品の試供ご飯でした。うん、美味しいね。これは鮭の入った味噌汁。どうしても骨があるね。骨は気をつけてくださいね。ほら、こんな感じ。それじゃ、とても美味しくできました。ご視聴ありがとうございました。